ガガブタは、ミツガシワカアサザ族の多年層。故障やため池などに見られる水草である。アジア、アメリカ、アフリカ、オーストラリアの温帯域に広く生育する。日本の本州異跡や台湾全土にも分布している。あまり深くない止水域に出現する。ただし、地上の改修工事や水質汚濁などに伴い、日本では個体群が減少傾向にある。 ガガブタの花不要性、または、中水性の植物で、地下茎を伸ばして成長する。スイレ蓮に似た、遠心型もしくは卵心型の浮き葉をつけ、長さ8から20センチメートル。中水葉をつけることもある。ただしスイレ蓮と決定的に違うのは、水底の茎から伸びるのが傭兵でなく茎であることで、ある。不要の少し下に、芽や根が出る部位があり、ここから、先だけが、 真の傭兵である。この部分から根や蚊がやがては葉も出てくることで、この部分だけで独立した植物体となることができる。夏から秋にかけて傭兵の基部にバナナのような形をした植芽を作る。夏季は7から9月で多数の白い花を咲かせる。花は蒸気の葉の少し下の部位から出る。水面から出た花には五弁があり。 その白い花びらの周辺は細かく裂けていて、一面に毛が生えたような見かけになっている。自家不和合成を持ち、結実するためには竹樹粉が必要となる。染色体数は 2n イコール18。花ががブタががブタの禁煙種である台湾ががブタの傭兵は中華料理で用いられる。水蓮菜として食用にされる。また、アクアリウムで用いられることがある。ありがとうございます。